はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。KK でございます。ということで、ドクトーズランクバトルやっていきたいと思います。このランク帯、バドちゃん多いな。今4600位なんですけど、めっちゃ上がったんですけど、めっちゃ多いな。あ、9コンいるから2度キング出そうにも出せないけど、僕は出すよ。僕は出すよ。で、スカタンク入りの、無限ダイナ出しておかないと鉄火具屋がやばいといった感じの、また3匹ですね。この3匹、やっていきたいと思います。まあ初手キューコンか、まあランドロスあたり出てくると思うんで、その辺処理すればイドキングのお役目終了。まあ初手バド来てもまあなんとかなると思うし、意外と、なんとかなるんじゃない？その辺は。まあ、問題は、鉄火具屋だよな。まあ、急行もだけど。鉄火具屋がマジで、もう無限ダイナで放射ぶち込むぐらいしか、勝ち目がないんで、激強ポケモンなんだよな。それで宿ま、守とかさらった日にゃ、もう、机が真っ二つに割れちゃう可能性あるんで、気をつけてバトルします。対戦よろしくお願いしまーす。さあ、かかってこいよ。やってやんよ。キューコンだけはやめてね。ランドロス、オッケー。さあ、いつもの対面、ありがとうございます。いつもの対面を果たしてくれてありがとうございます。もう安心する。もう、初手この対面、この睨み合い。もうめちゃくちゃ安心する。もう実家のような安心感。冷凍ビーム打っていきます。完全に相手の持ち物を潰した次第。さあ、相手は何を選択してくるのか。さあ、上から冷凍ビーム打ちました。直帰でないことを祈りましょう。直帰じゃありませんでした。ありがとうございます。木の実かな？ごつめかな？なんでしょうね。わかりませんが、ありがとうございます。ありがとうございます。このランク帯でも、素早さはあんまり把握できてなかったようで、ありがとうございます、本当に。で、バドレックスが来ます。ランドロス倒したんで、ニドキングの役目はほぼ終わったんだよね。ウラン、鉄火具が入れいたら、放射で行くし、他に、そうなの、役目は終わったんで、ここ突っ込みます。大地打ちます。身代わりとか、ワールドアクミ警戒で。トリック。メガネ。メガネ大地の力発動。いや、そんな効かねえ。メガネか。残しとく価値あるな。メガネは残しとく価値あるな。いや、メガネは有能だぜ。メガネは有能有能。サイコショック、どうぞ。でだ。まあ、引いてくるっしょ。引いてくるんで、ニドキングいきます。たとえね、攻撃してきたとしても、不意打ちあるんで、そこで倒せます。立ち塞ぐ、まあどうぞ。なるほど。立ち塞ぐまでしたか。まあ、いいでしょう。あー、そっか、上から殴られるっけ。立ち塞ぐも S いくつだっけ。勝ってるっけ、 S。 まあ S ま勝っても負けても結局相手タスキは、そっか、この子がタスキ、いや、あれあれか、あのなんだっけ、毒毒玉だっけ、丸か。まあ、とりあえず大地の力連打していきます。叩き落とす、どうぞ。メガネありがとう、捨ててくれてありがとう。メガネ捨ててくれてありがとう。本当に邪魔だったんだよ実は。第一でこんなもんか。まあ、次、はたきで落ちねえし、第一連打でいきます。大丈夫、落ちない。持ち物失ったから落ちない。最大ウェポン、はたきかな、この子。さあ、第一二連で倒し、ラストはバディが残ってる。感じですか。いったっしょ。これ、トリック持ってるから、いや、そっか、不意打ちは打たなくていっか。ここなんかいろいろわちゃわちゃされるのめんどくさいし、ここは、もしかしたらのパターンがあるんで、まあ、多分トリックだったから、身代わりとか、
やつなんだ。悪巧みないと思うんですけど、裏のスカタングル絶対倒せるんで、大地の力で出します。アストラルビット、まあ不意打ちでよかったのかな。でも怖いしな、何かあったら、何かあったら怖いし、しっかりとで黒の稲鳴きを発動させることによって相手はもう突っ込んでくるっていう意思を持ってるはずなんで、ここでスカタンクいきます。で相手はもう突っ込むしか方法がないと思うんで、多分相手はアストラルビット急所を願ってるかな。ここで不意打ちぶち込みます。まだ見せていないんで不意打ちはしっかり通ると。対戦ありがとうございました。はい、では第2試合目始めていきたいと思います。ダイナちゃんか、アタッカー型かな。アタッカー型だったらちょっとめんどくさいけど、まあここはヤドキングを駆使して戦っていきましょうか。でダルマがいる。ダルマか、ダルマか。まあ2度キング、ヤドキング、ダブルキングからの、ペンドラできます。ここは無限ダイナ出さない。これでいける。ヤドキングは無限ダイナを受けてもらって、ハッサムとかは頑張って2体炎技いるんで、そこで炎技ぶち込んでもらい、バンギダルマをペンドラで処理してもらい、 ミトムもヤドキング受けれて、メタモンは頑張る。対戦よろしくお願いします。3000以内まで来ました。めっちゃ調子いい。3000以内まで来たわ。マジで調子いいわ。この流れ完璧じゃない。3桁いけるぞ、これマジで。マジで3桁いけるぞ。メタモンから入ってくる。どうぞどうぞ。タスキでなければこっちが勝てるが、どうでしょうか。タスキじゃなければ勝てるんだけどなぁ。あー、まあ大地打つしかないよね。うん、ヤドキングでも受けれねえしな、さすがに。受けれるか、案外受けれるか。ニドキング、ヤドキングで受けれるか。ミスったかな、ちょっとミスったかもしんない。前は相手がもうスカーフってことを祈ろう。でもこれ相手がもうスカーフってことを祈るしかない。これで S 普通に同速対決負けてたって落ちやめてほしい。大地の力ーズーン。不意打ち警戒もう無理。相手も不意打ち打つんだろうなー。相手も多分不意打ち対決やると思うから引くしかないんだよね、ここ。相手も嫌ってるよな、不意打ち警戒。多分お互い引くんじゃない、これもしかして。もしかしたらこれお互い引く可能性あるよ。さあ戻ります。不意打ち警戒してフェンドラー出します。不意打ち打ってくるっしょ。オッケー、よし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 。で、うわー、ミトムいそうだから自信打ちたくないけど、自信打つしかないよね。引っ込めます。ヒヒダルマありがてー。え、マジでヒヒダルマは超ありがてー。ここで倒せるんでかいよ。え、ここで倒せるのはでかい。ここをバカ力打ちます。バカ力を打つことによって A と B を下げてメタモンに変身させないプレイング。メタモンに変身させてもあんま得ないよっていう動きを見せます。よし、ヒヒダルマ突破。あと無限ダイナが裏にいんのかな。そこだよな。無限ダイナいたらまあヤドキングで受けれるからいっか。さあ裏次第。
メタモン出してくる。ほう。いいのかい？栄養下げたから、岩なだれ多分耐えるよ。なぜ僕が、あ、でも B も下げたのか。B も下げちゃったのか。いやもうこれも同速対決勝つしかないんだよ。さあ、岩なだれ打たれました。耐えます。ペンドラーの B をおなめなめしすぎだね。ペンドラーの防御力をちょっとおなめなめしたみたいですかね。岩なだれじゃ落ちません。たかが不一致。さあ、ラス1バンギだったら嬉しいなーって感じ。ラス1バンギだったら嬉しいなーって感じ。バンギでした。ありがとうございます。ペンドラーぶっ刺さってんねー。あれれ？ペンドラーぶっ刺さり構築でしたか。これ引いた方がいいよな。ん？これ引いた方が良くない？あ、でもステロ巻いてきたら嫌だな。ステロ巻いてきたら嫌なんで、バカリキ打ちます。ステロ巻かれるのが嫌。うん、一発で持っていけるわ。A 下がっても余裕だわ。対戦、ありがとうございました。